皆さん、おはようございます。本日お伝えしたいのは、えー、今日一日を明るく元気にロケットスタートする超簡単な方法、3つお伝えしたいと思います。えー、まずはですね、1つ目、それはね、起きた途端に笑うです。理由なんかいりません。はい、起きた途端っていうのは、布団の中ですね。 ね、布団の中で、理由はいらないんでね、あのー、笑うんです、笑顔を作るんです、はい、布団で、ね、朝ね、目覚ましで起きたときって、なんかね、眠いなーとか、ちょっと辛いなーって感情が湧いて、少しね、なんだうるさいな、目覚まし時計とかなるじゃないですか、その気持ちはそのままでいいんで、とにかくね、笑っちゃう、はい、笑顔を作るってことですね、これが一つ目、やってみてください。で、そのままね、洗面所なんに多分ね、歯磨いたり、顔を洗ったり。 トイレに行くために洗面所に行ったら、おそらく鏡がありますよね、で鏡に向かって、また笑ってください,、はい、そうするとね、なんだかね、楽しくなってきますから、でね今日一日がロケットスタートできます、はい、笑うとね、セロトニンが出ますからね、はい、幸福ホルモン、セロトニンが出て、なんだか楽しくなります、人間はね、自分のやってることと、えー、実際の思考とかの矛盾を嫌うんで。 笑うとね、なんだか楽しいことがなくてもいいんです。笑うと、なんだか楽しい気分になってくるんですね。これが一つ目。まず布団の中で、いきなり笑う。それでね、洗面所に行きながら、笑いながら歩く。いいんですよ、眠くてね。気持ちはいいんです。ただ笑顔を作るんです。そして、え鏡に向かった自分に、えー、見て笑うです。二つ目。はい、それはね、多分歯磨きとかするかもしれないじゃないですか。ね。 えどっかのタイミングでね、顔を洗って、その時に片足歯磨き、僕ね、今、ヨガインストラクター、ドラマーでありながら、ヨガインストラクターでもあるんですけどね、そしたらね、こう立ち着のポーズってあるんですよね、でこうね、足をもっともっといいんでねでこう、うっと引っ掛けて、この状態で歯磨き、はい、これ、ね、そしたらね、筋トレにもなりますし、瞑想効果もありますね、あんまり余計なことを考えられないんですよ。ね、これ体幹鍛えながら で、なんかね、あー、なんかダリーなーとかいろんなことをね、ネガティブなことを、えー、考えられない,、はい。バランスを取るのに必死なんでね、今に集中します。で、こうやってね、えー、左右はね、日によって入れ替えたり、途中で入れ替えたりして、片足立ち、歯磨き、歯を磨きながら、えー、さらに今に集中しながら体幹トレーニングになっちゃうっていうね、はい、ぜひこれで。で、このままね、 えー、いろんなね、歯磨きだけじゃなくてもいいかもしれないですよね。なんかちょっとしたね、朝のこう、料理とか。料理は危ないかなおうちを使うのはちょっと危ないですね。でもなんかね、ちょっと水を飲む。<う>これも危ないかな大丈夫でしょはい。片足立ち。で、何か作業をするときね。歯磨きがいいですね。はい。片足立ち、歯磨き。で、このままね、この、こうやって顔を洗ってもいいですよ。片足立ちで顔を洗う。はい、いいですね。 少しね、こうあ、だんだん安定してきますからね、足腰がね、丈夫になるっていうのは非常に大事です。足腰がね、弱いとね、どこにも遊びにも行けませんからね。あと、なんか危ないって時にも逃げれませんで、死んじゃいますから。はい、足腰を朝から鍛える習慣ですね。僕今ずっと平気ですからね、このまま、なんかこう、顔を洗ったりね、いろいろしてみてください。そして、三つ目。こうして、えー、朝日を浴びるです。 曇りでもいいです。雨だったらベランダでもいいです。とにかく太陽の光を浴びる。できれば自然に触れる。なんで外に出てね、ちらっと公園に行くでもいいし、ね、近くないなって方は、なんかね、家出たらね、絶対草木、少しはありますから、どっかに。全くないとこじゃないですよ。それでは見てね、ちょっと古くね、触れるなりしてください。僕は今日今ちょっと広島県の、ま東京在住なんですけど、 仕事のね、音楽の仕事で、広島に来ておりまして、えー、今、川に来てみました、はいえー。じゃあね、まとめますね。一つ目は、笑う。笑う、笑顔。理由はなくていいんです。二、はい、つ目が、片足立ち。はい、片足立ち。そして、三つ目が、日光を浴びる。片足立ちで歯磨きなりいろんなことをした後、顔も洗った後、ベランダでもいいから日光を浴びる。できれば外に行って、自然を浴びる。 この三つをやったら本当にロケットスタートです。大体だいたいね物事ってね三週間ぐらい、えー、続けないと効果が出なかったりするんですけどね。これねいきなり効果ありますからね。今日一日が明るくなります。ぜひお試しください。えー、ドラマーが教えるセロトニン活性ラボ。ドラマー＆セロトニントレーナー、ヨガトレーナーでもある武田正弘でした。 な,んかなるほどなと思ったらチャンネル登録お願いします。